アカデミー賞の話題に上がるほどメガヒット中のゴジラマイナスワン。この映画は、生きて、抗えをキャッチフレーズに、すべてを失い、焦土と化した戦後の日本で、特攻隊の生き残りの主人公たちが、ゴジラにどう挑むのかというストーリーになっています。迫力のあるビジュアルとストーリーが世界中を魅了しているようです。ハリウッドは日本を教訓にすべきとの声が上がっているほど素敵な日本映画。今回はそんな素晴らしい日本映画についてご紹介していきます。2023年に公開された実写版ゴジラの30作品目ゴジラマイナスワンが全米で驚異のオープニング収入記録を樹立したのをご存知ですか？そしてこの映画は日本製作の歴代ゴジラシリーズにおいて全米収入1位、2023年外国映画のオープニング1位となっています。この他にも数多くの日本映画作品が海外で高い評価をされてきました。昔は黒澤明監督作品が世界の映画シーンに大きな影響を与え、最近は長編アニメ作品が高い人気を誇っているのです。そんな中、日本を代表する映画作品といえばゴジラだという人も多いのではないのでしょうか。ゴジラは1954年11月3日に初めて姿を現しました。それ以降、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けています。ゴジラは時代やターゲット層に応じて変化し、高い人気を誇ってきたのです。ハリウッド版ゴジラも複数制作されており、その人気は計り知れません。ゴジラマイナスワンは、ゴジラ生誕70周年記念作品であり、令和初のゴジラとして公開されました。日本で制作された実写版ゴジラでは、シン・ゴジラ以来7年ぶり30作品目となる最新作になります。ゴジラマイナスワンの監督を務めたのは VFX を得意とし大のゴジラファンだと公言する山崎隆さん。 VFX とはビジュアルエフェクツの略であり、視覚効果という意味です。簡単に説明すると、デジタルカメラやコンピューターを使って映像を加工するということになります。例えば、沈没する船の乗客を撮影し、船の CG と合成して映像を制作するのが VFX にあたるのです。ゴジラ愛があふれる山崎監督は、新時代のゴジラとどのように向き合い、何を描こうとしていたのでしょうか。舞台は戦後の日本。1954年に公開された初代ゴジラの7年前という、最も古い時代に設定されています。何もない時代と言われた戦後の復興期に突如ゴジラが現れ、そのゴジラに対し懸命に立ち向かう人間たちのドラマが描かれており、最新の CG 技術を駆使したゴジラのリアルな描写が描かれているのです。そしてゴジラマイナスワンはハリウッド版を超えるクオリティとストーリーが大きな反響を呼びました。2023年11月3日のゴジラの日に全国522館にて公開されたゴジラマイナスワンは、公開1ヶ月時点で観客動員数248万人、興行収入 38.2 億円を突破したのです。そして2023年12月1日、ついに全米で公開されました。公開前から全米で盛り上がりを見せていた本作は、邦画実写史上最大規模となる2308館にて初日を迎えます。そして週末3日間のオープニング興行収入で約1100万ドル、日本円で約16億円を記録し、全米の週末興行収入ランキングでは3位にランクインしました。字幕付き外国語映画にもかかわらず、ハリウッド大作や大ヒットアニメーション映画を抑えての大健闘ぶりとなったのです。さらに日本製作のゴジラシリーズ全米歴代最高興行収入、ゴジラ2000ミレニアムの約1003万ドル、日本円で約14億8394万円を、週末3日間のオープニング興行収入だけで超え、24年ぶりにゴジラシリーズの記録を更新しました。そして、全米で2023年に公開された外国映画非英語作品、の鬼滅の刃上限集結、そして刀鍛冶の里へのオープニング興行収入を超えて第1位になり、記念作品にふさわしく大ヒットしたのです。
この他にも邦画実写作品ランキング1位だった子猫物語の記録を34年ぶりに更新し、ゴジラマイナスワンが邦画に新たな歴史を刻み込みました。この記録を受け北米では上映巻数を拡大し、2500巻以上での上映が実現されたのです。そしてこの影響は世界中にあっという間に広がりました。ゴジラマイナスワンは全米で大成功を収めた邦画実写作品となりましたが、この作品の注目すべき点は予算の低さです。ハリウッドの大作映画の10分の1程度、約1500万ドル。日本円で約22億円という非常に少ない予算で制作されたという事実に、世界中が驚きました。そして評論家たちの間で、ゴジラの快進撃はハリウッドにとってとても重要な教訓である、という意見が出るほど素晴らしい映画であり、ハリウッドリポーター誌では、予算の10倍をかけるハリウッドの主要スタジオはすぐに日本へ行って学ぶべきだと提言されていました。その他にも BBC では2023年最高アクション大作と題する特集記事で、低予算で作られ大成功を収めたゴジラマイナスワンを取り上げるほど、ハリウッド業界に大きな衝撃を与えていたのです。マーベルズなどの大作映画が不振を極めていた中でのゴジラの成功は、ハリウッド映画業界にとって大きな教訓であると話題になる一方で、成功を収めた日本映画と迷走するハリウッド映画の対比を取り上げている人もいました。またアメリカの主要テレビネットワークである NBC も、ゴジラの成功がハリウッドに教えることと題した特集記事を配信しています。さらに映画専門サイトのコライダーも、ゴジラ最新作がハリウッドに映画の作り方をどう教えたのかというテーマの記事を掲載するなど、多くのメディアがこの日本映画の成功を話題にしていました。ゴジラマイナスワンは怪獣映画であるにもかかわらず、感情に訴える人間ドラマがしっかりと描かれており、さらに山崎隆監督の特殊効果による見せ方も絶賛されている理由の一つと言えるでしょう。映画やホラーに特化した雑誌であるファンゴリアのインタビューで山崎監督は、逃げ惑う人々に降りるゴジラの足や列車に近づきつつあるゴジラなど、視覚効果技術で繊細に近さを表現しました。この近さを表現することで恐ろしいゴジラが作り出せると思ったのです、と語っていました。本作は VFX の自然な描写が高く評価されていますが、それだけではなく映像や脚本、キャラクターなど全ての面で高いクオリティが認められています。中には1500万ドルの予算で作られたゴジラマイナスワンの物語は、粗末な脚本とありきたりなキャラクターで構成された制作費2億ドルの映画と比べてもはるかに優れていると語る人がいるほどです。その他にも説得力のある魅力的なストーリーがあると有名なハリウッド俳優は必要ない、そして高い制作費をかけた作品が必ずしも良い作品を生み出すというわけではないことを教えてくれたと、現在のハリウッド映画業界における脚本軽視や VFX 重視の対照的なアプローチを称賛する声も上がっていました。山崎監督は過去にオールウェイズ、続三丁目の夕日で戦死した戦友の霊が登場するエピソードを描くなど、第二次世界大戦後の日本人の生き方に関して深い関心を持っているのです。また百田尚樹原作の永遠のゼロと海賊と呼ばれた男の映画化により、この視点がさらに進化したといえます。ゴジラマイナスワンが怪獣映画であると同時に優れた戦争映画の要素を持っているのは、これらの作品が大きく影響しているのではないでしょうか。特に1954年に公開された初代ゴジラへのオマージュが多くの場所で見られます。そして物語の舞台を敗戦直後の1947年に設定することで、日本軍の解体や自衛隊発足前の時代を描き、日本人の自立と平和を守る戦いの物語は新旧のゴジラファンを魅了しました。ファンなら思わずにやりとしてしまいますね。ゴジラマイナスワンはゴジラに詳しい人ほど満足度が高いようで、過去のゴジラ映画について批評を書いてきた経済誌フォーブスのマーク・ヒューズ氏は、
2023年で最高の映画の一つ。山崎隆による脚本はリアルかつ繊細な人間たちが描かれた素晴らしいものであり、ビジュアルを見てもより多くの制作費をかけて作ったハリウッドバージョンより優れている。これまで日本とハリウッドで作られてきたゴジラの映画は興行収入面で大ヒットするものもあったが、反対にパッとしなかったものもあり、質においても傑作やまあまあなもの、ダサくなどいろいろなものがあった。1954年の初代ゴジラは一つ間違えばバカらしい B 級映画になる可能性だってあったのに、社会的歴史的テーマを見事に織り込んだとても素晴らしい作品。しかし最近のゴジラは派手な特殊効果を使っているのに、初代ゴジラが与えたインパクトを超えるものはなかった。初代ゴジラを超えるものはないのかと思っていた頃にようやく出てきてくれてとても嬉しかったよと喜びを表していました。さらにゴジラマイナスワンはゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃に似たストーリーとテーマも持っているが、それらの要素よりレベルアップし独自のものにしている。ゴジラマイナスワンはこれまでで最高のゴジラ映画であり、怪獣シネマにおける傑作作品だと大絶賛していました。そしてこの意見に反対するゴジラファンや映画通は多いだろう。しかし私は過去の作品を侮辱するわけではない。ただ山崎監督はあの素晴らしい映画をベースにし、そこに今振り返るからこそ見えてくる視点や歴史的な意義、そしてこれからの世代に何を残していくのかを加えたのだと、とても高く評価しています。また映画批評家であり業界コラムニストのデビッド・ポーランド氏も、ゴジラ映画はいろいろなものがあり、見てみるまでどんなものに当たるのかわからない。しかしゴジラマイナスワンはこれまで見たゴジラ映画の中で最も感情的に複雑なゴジラ映画だった。これはゴジラについての映画ではなく、戦後を生き抜いた日本人についての映画だ。彼らは屈辱と罪悪感を覚えている。敗戦の傷から立ち直ろうとしている彼らにとってゴジラの登場は自分たちが受けた傷の意味を考え直すきっかけになった。またファンが求めるゴジラのシーンもしっかり描かれているし、これらのシーンはとても最高だと絶賛していました。そしてゴジラの動きのリアルさはこれまで見た中で一番素晴らしいものであり、不自然な CG やミニチュアのせいで気がそがれるということは一度もなかった。本当にこの作品は良い映画だ。日本人キャラクターへの感情移入が悲しすぎるという他ない。13歳の息子をこの試写会に連れてこられなかったことがとても残念。必ず息子と見に行くとも語っていたのです。その他にもアメリカの有名なエンターテイメント業界誌バラエティは、この映画には観客が怪獣映画に求める要素が全て詰まっていたと評価していました。そしてゴジラマイナスワンのレビューには一貫して人間パートの出来が良かったという声が多く寄せられています。トラウマを抱え戦争から逃げた者がさらにゴジラという恐怖に向かい合わなければいけないという人間の感情まで描いたゴジラマイナスワン。特に主人公の神木隆之介の演技が評価され、彼の役への思いが伝わりとても感情移入してしまったという意見が多く見られました。ある映画評論家は、人間のキャラクターが素晴らしいレアな作品、主人公に限らずどの登場人物のことも大事に思えたわ。機雷の撤去作業をする新生丸の乗組員たちが良いエナジーを映画全体にもたらしていた。そして彼らの関係性も良かったから大事に思えて、ただ無事でいてほしいと心の底から思える。怪獣映画でキャラクターにこんな感情を抱いたのは初めてよと語っていました。そして多くの観客から大好評を得ており、最高評価の5つ星をつけていた人が多かったのです。このようにアメリカで多くの賞賛と数々の新記録を打ち立てた大ヒットスタートを受け、山崎隆監督はアメリカでの反響の大きさにとても興奮しています。 SNS の感想も拝見させていただいていますが、しっかりと中身を理解した上での熱い感想にとても感動しました。劇場によっては拍手も起こっているとのこと。我々のゴジラを温かく迎えてくださりありがとうございます。長い間破ることのできなかった記録を我々のゴジラが飛び越えてくれたということがとても嬉しいです。
思い返せばキャストもスタッフも愚直に、ただひたすら面白いものを作ろうとしていたということが、このような素敵な結果につながったんだと思います。このことをずっと覚えていたいです。と感謝のコメントを寄せました。主演の神木隆之介さんは、公開から約1ヶ月経ち、日本でもたくさんの方に見ていただいて、とても嬉しく思います。そしてさらに、全米での歴代記録更新。アメリカでもたくさんの方々に見ていただいて、夢みたいです。とても幸せです。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。と喜びをあらわにしていました。山崎監督はインタビューで、初めから昭和時代にゴジラを連れてくることを考えていた。と明かしています。昭和時代の東京を舞台に選んだ理由は、戦後復興期の日本が経験した困難と復興の象徴としてゴジラを描きたかった。そして自分自身が幼少期から見てきた昭和のゴジラ、特に1954年の初代ゴジラがビルが低い街中を歩くシーンはとても印象的だった、と述べていました。何もかもを失った戦後の日本、そこに追い打ちをかけるかのように現れたゴジラ、かつてない絶望を与える存在を描くという意味も込めて、ゴジラマイナスワンというタイトルが生まれたのです。それを描くために、恐怖そのものが歩いてくるかのようなゴジラの姿と、絶望に絶望を塗り重ねるような設定を、スタッフともども作り上げてきました。僕が今まで作ってきた映画の集大成になっていると思います。抗う術がない日本に、ゴジラが出てくれば、人々は一生懸命知恵を振り絞り戦う。いろいろ揃っている時よりも何もない時に工夫して何とかしようとする姿に感動を見出してほしいです。永遠のゼロを作る時に元特攻隊員の方に話を聞いたり本を読んだりして生き残ってしまったという感覚を持っている人がたくさんいることを知りました。その思いが一つのテーマだとも考えています。今回のゴジラの襲撃はもう一度理不尽な戦争が起こってしまったという感覚に近いもの。だから登場人物の中に矛盾があるんです。戦わなきゃいけない、でも戦争はしたくない、戦争は本当に嫌だと思っている人たちがどう感じてどう動くかが見どころです、とも語っていました。今回の作品も初代と同じくゴジラは核や戦争のメタファーだとも言います。続けて山崎監督は、映画を作っている段階でコロナ禍に見舞われ、仕上げの段階ではウクライナで戦争が始まりました。世の中の最悪、しかも天災ではなく人が引き起こした最悪の象徴になったと思います。僕は子供の頃からゴジラはなぜ怒り狂いながら日本を襲うのか疑問に思っていたのですが、ゴジラの敵は誰でもなくもののけ姫のたたり神のように考えれば納得することができました。このような考えを持ち、本作を荒ぶるたたり神を沈める神楽のように捉えて制作に挑んだのです、と本作のストーリー制作についても語っていました。突然現れ去っていく不可解極まりなく恐ろしいストーリーの中で神々しいゴジラ像を目指したのですね。日本人は昔から自然界と調和して生きてきた中で自然災害をあるがままに受け止めてきました。戦後の荒廃した日本でたとえ絶望的な状況下であっても、主人公たちは希望を捨てずに前を向き続けます。そして助け合う人々の絆がゴジラという脅威に立ち向かう力となっていきました。マイナスになっても希望を見出し勇気を振り絞って共に立ち向かうという本作は海外批評家たちからも高い評価を受けており、今は公開当初よりもさらに高い評価を得ています。そしてアカデミー視覚効果賞のノミネートにも大手と言われています。さらに1月12日からはゴジラマイナスワンマイナスカラーモノクロ版の上映も始まり、ゴジラ生誕70周年と釘打った本作の快進撃に期待が高まりますね。今回ご紹介したことについて海外から多くのコメントが寄せられているので、その一部をご紹介します。ストーリーもキャラクターの変化も素晴らしく感情的な映画だ。ゴジラ映画の中で最高ということだけでなくて、近年の映画の中で最も優れたものの一つだと思う。東宝のゴジラ映画は2016年以来だが、このクオリティなら待った甲斐があった。長年のゴジラファンとして今回の新作が称賛されているのはまるで夢のようだよ。アメリカの低予算で制作されたホラー映画と同じくらいの予算で、
彼らはこんな素晴らしい作品を作ったなんて信じられないよ。映画だけでなく、すべての日本で生産されたものは、熟練した技術だけでなく、情熱を込めて作られている。日本の精神文化の凝縮だよ。日本は才能のあるアーティストの宝庫であり、彼らがこの予算で成し遂げたことはとても素晴らしいこと。と多くの称賛する声が上がっていました。世界中のゴジラファンを魅了したゴジラマイナスワン。そんな素晴らしい映画を日本で制作したなんて、とても誇らしいですね。これからもゴジラの快進撃に注目です。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして、皆さんの応援が励みになります。また、次回の動画でお会いしましょう。